すいません、はい、4時間待ちました。待ちました。ノエさん、初めての撮影なのに申し訳ない。わざわざ熊本から来てくださったのに。寿司に。現在の時刻10時過ぎです。お腹すきました。今日はね、チーカーを狙いにね、やってきたので食べていきましょう。はい、ただいまの時刻10時21分です。遅すぎ。ひなたは何皿食べる？普段は5皿ぐらいで、いや、7ぐらいで、8ぐらい食べたいです。10皿食べます。10皿？さっき30言ってたじゃん。あんま引けないってやつか。俺が頑張るしかねえな。頑張ってください。当てたいよね。3皿？ひなたはよく食べる？普段。普段。お寿司。いや、食べ物。食べ物。食べてるんですけど、時間がかかるからあんま食べないです。のえさんは？めっちゃ食べます。めっちゃ食べる？じゃあ期待やな。あ、でも今日は食べます。今日は食べる。はい、OK。え、こうやって食べるとか取りますか？うん。え、めっちゃブサイクです。え、こうやってどうやって分ければいいんですか？もう一口でしょ。一口？絶対ないよ。え、どうしたらいいですか？ナスがママに行け。いただきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。難しい。これでいきますね。てか閉店ギリギリまで寿司屋にいたことがない。待った時間4時間でここでご飯食べるの30分。どんな高級寿司ですか？1回チャレンジ。外れたら終わり。すいません、このままだと企画倒れになるので1回チャレンジいきましょうか。じゃあのえちゃんに任せようかな。1回チャレンジ。金魚すくいどうなんですか？金魚すくいは。え、来たよ。あっ。Nope。 いや、このままじゃ帰れんすな。帰りませんよ。ネギ抜きて。ネギマグロですよ。ネギマグロのネギ抜きはマグロだよね。マグロのたたきです。熊本の食べ方にして罰点額さ。スマート。さっき仙人くんが現れたら当たるって言ってなかった？ゲーム？それの時に、なんか、シーンって仙人くんが出てくるんですよ。で、その画面が出てきたら、当たり？じゃあ仙人くんが出ることを祈るしかないってこと？はい。え、でも、普通にさっきのやつみたいなのでも当たることはあります。ある。
とりあえず25皿食べないとファイルはもらえない。まあ10時44分やばすぎ。ちょっと待って、閉店の音楽流れてんねんけど。まだ閉店しないで。何しに来た俺ら。ひなたが3皿。4時間待って3皿。もえちゃんは4皿。4時間待って4皿。仲良し。仲良し。おいしいっしょ。はい、増えた1個。食わず嫌いおつ。やばいです。もう。これ25歳いかなくね？止まるか。はい。ネギ抜きのネギマグロ。もうなります。あと何秒かで。なるほど。店員さんがこんだけお客さんいるからちょっと伸ばすみたいです。初めての経験なんだけど。ありがとうございます。合計18。あと？おい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 。でも今頼んでるのもあるから。いけそうだね、25はね。あとは当てるしかないな。結構すごい。初めて7分オーバーしてます。もう閉店時間過ぎてますけど、はい、数えましょう。はい、数えます。今23です。あと2皿。よしよしよし。あ、お今到着します。到着します。じゃあのえちゃんに決めてもらいましょうか。確定、はい。現在の時刻？11時18分です。どういうこと？27皿。あとは当てれば完璧です。射的どうなの？ダメ？おい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 、巻いて早そうよ。ぶっちぎりで負けやんけ。来たんじゃないこれ。あと1回じゃない？ラスト1回。おいおいおい、すいません、僕たちの4時間はこんな数分で終わられるんですかね。あとクリアファイルはクリアファイルはね。4時間どういったんですか。でも第2弾第3弾ってあるんですよね。できればまたリベンジしたいです。したいです。次はちゃんと予約します。お願いします。